チャンネルへようこそ。はい、今日紹介する商品こちら、エアタグ4個パック届きました。今日5月3日午前中届いたんですけれども、発売日というかようやくスタートね、あの9時の時にみんなで予約争奪戦をやったと思うんですけども、みんなやってないか、欲しい人はねやったと思うんですけれども、2分で、予約完了で、届くはず、だったというかだったんですけれども、刻印をね入れれるサービスがあって、刻印ってね、ずっと昔からあるサービスで、 Mac にも、あれ Mac にできたっけ、 iPhone とかね iPad とかいろいろ刻印できるんですけれども、なんとなくね、なんとなくやらないじゃないですか。でもこう AirTag ってこうちっちゃいもので、そんなに値段も張らないので、ちょっと面白半分に刻印を入れたらですね、4月30日発売なので、刻印を入れない人は4月30、刻印入れると今日5月3日ということで、だいぶ遅れて到着いたしました。その間にねだいぶ、レビュー動画上がってると思いますが、僕もやりたいなっていうね、やれよって感じなんですけども、やっていこうと思います。はい、で、今もうこれね、こうやってる感じで分かると思うんですけども、先にね、今夜撮ってるんですけども、夜というか夕方撮ってるんですけれど、日中の間に1個出してブログ用の写真を撮ったので、1個はもう設定しております。はい、なのでもう大体分かっちゃってはいるんですけれども、開けて、こんな感じですよっていうのをお見せしようかな。ちょっとカメラ切り替えて、こんな感じですよっていうのをお見せしたいと思います。はい、ということで、エアタグ中から出したのがこんな感じです。投稿物はいつも通り下の概要欄にブログ貼ってるので、説明書みたいなのが他に入ってきております。はい、で開けると、じゃん、こんな感じですね。はい、こんな感じでエアタグが入っております。なんかちょっと緑っぽく見えるな、なんだろう、シルバーですよ。はい、1個ありませんもうブログ用にねちょっと剥がして使っております。はい、ということでちょっと1個使って剥がしたやつをお見せいたしましょう。はい、こちらになります。はい、おい、こういう綺麗な、どこまでズーム寄れるかな、結構寄れますね。こんな感じで綺麗な、シルバー、もうシルバーというかもうミラーな感じですね。で表面は白なんですが刻印がしてあります。はい、じゃん、うんこでございますはい、函館市内できっとエアタグにうんこの刻印をしているのは僕だと思うので、見つけた方はすぐ僕にご連絡ください何してんねんって話ですけどね。はい、こんな感じで、刻印なければ何もなしバージョンが、できますので、真っ白な方はあれです。あとはいろいろリストがあるので、リストに応じて、あと 4つ名前となんとかとかで4つか5つぐらい文字が入るので、あんまり長いとダメって言われますけども、何個かイニシャル入れたり、確か漢字とか名前とかなんか入れれるとかって書いてましたけども、もう奥はこのまま絵文字この絵文字でございます。はい、こんな感じ。もうね、指紋がねすぐついちゃうんですよ。見えないかな、これ。だからね、ブログで写真撮るときはねこう拭いて撮ったんですけども、興味のある方は概要欄から見てください。はい、本当にただただこんな感じです。でこれを回すで撮ると、中にボタン電池が入っていると。で電池は約1年、持つという感じになっているそうです。本当にシンプルな、何でしょう、囲碁の白い玉というか、黒板、ホワイトボードのマグネットといいますか、このくらいの大きさになっております。はい、とこんな感じのプロダクトでございます。で、4つ買ったうちの2個は、カメラマンやってるんですけども、もう1人、一緒に、カメラマンやってる仲間が2つやるっていうので欲しいというので、4つ買って2-2で分けて、ちょっとテストしてみようかということで、2つはうちのメンバーが、持っていくことになっております。はい、なのでもう1個開けてないのがあるので、改めてここに、ね、このフィルムが剥がれてない状態で、スタートしてみたいと思います。はい、で僕がこっちに寄ったっていうことは、ここにこうこいつのね iPhone の画面収録をこう出して、やろうかななんて今思ってるんですけれども、これを
このペリペリをめくると、まあ、いつも、ね、あの何か商品とか買ってリモコンが入ってくるとボタン電池のところに、ね、このいうビニールが入っててスポッて抜くと通電して、電気が入るっていう、まあ、これ一緒です。ぐるっと回ってるんですけど最終的にこの中に1枚ピッて入っててそれを引き出すとボタン電池が、接続されて、よいしょペロッとペロッとなって最後このペロペロっていうのを引き出すと後ろの電池が接続されるという感じになっております。そして聞こえるかなここでよいしょ聞こえましたでしょうか。通電するとピロリンピロリンピロリンっていうのが、なります、はい、そしてこれを iPhone のそばに置くとはい出てきましたエアタグ。これも AirPods とかと一緒ですね。すぐ通信してくれるので、買ってもこうコメンドくさい設定とかいらないということで、エアタグ、接続いたします、はい、で、エアタグの名称を設定してくださいということで、まあ、どこに入れますかっていうのでこういういろいろカスタム名とかもできますし後からもね確か変えれたと思います。さっきのうんこマークのやつは財布の中に入れようと思ってるので、ね、別に何でもいいやと思って面白半分で入れたんですけれども1個はちょっとね外側というか鍵どうしようかな車の鍵全くね何も考えずに買ったので、これを入れるこのキーホルダーのケースみたいなアクセサリーとかもまだ買ってないんですが、まあ、車の鍵とかにつけましょうか。向こうもう1個の方は財布なのでとりあえず鍵ということで鍵にしときます。で、このタグを、Apple ID に登録ということで、Apple ID が出てきたので、モザイク処理するのがめんどくさいので1回消すかモザイク入れるか考えます、はい、で続けるで僕の鍵ですねこれ設定中今これ設定しております。はいポピピン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 って言いましたね、はい、で、まあ、住所が出てきて、探すで表示はいはいここっていうねここにあるよっていうことでございます。はいで、まあ、ここにあるのでこれもう経路自分が所持中になってますね。でここからサウンド再生もできます。聞こえるかな？はい、こんな感じで音が鳴ります。はい、という感じで持ち物を探すのは機内モードをオフにしてくださいということで、これやってる間に通知来るとめんどくさいなと思って機内モードをオフにしたのが、あだになっておりますということで機内モードを戻しまして探すはいここっていう感じですねまあここにあるぞっていう感じになっております。どうしようかな。なんかスタジオというか事務所にこうちょっとプッと隠すわけでもないですけどでも今ちょっと事務所あんまり汚いので微妙なんですけどもこんな感じですよっていうのをまあちょっとやってみますか。はい、ということでまあ自分で隠しといて自分で探すっていうのもなんなんですが、とりあえずエアタグをどっかに突っ込んで、探すアプリを起動しまして持ち物を探してみましょうということでございます。で、鍵ですね。はい、でよいしょ探すという感じで信号を探しております。はい、 6.4メートルと出ております。信号がね弱いとあ出ましたね。あっち方向にあるそうです。はい、というわけでよいしょこの汚いスタジオと事務所の感じでこうなるとそっちじゃないよと、はい、こっちだよとこっちだよと、はい、でこのまんま行くとこの辺にあるぞということですね。この辺にあるぞという感じで、でこの辺でどこってなった時に鳴らすと、音がすると。
こうなるとちょっと光ってるかな、ここっつってで、こうやって出てくるんですねこっからこんな感じの仕様になっております。はい、はい、まあこんな感じの商品でございました。はい、でこれのすごいところは他にもね、こういうエアタグっていう、なんだろう、なくし物を探すような、プロダクトは他のメーカーからも出てるんですけれど、今回のアップルのすごいところは、これのエアタグを検索するために、まあ、アップデートされた最新 OS が入ってる iPhone、iPad、Mac、いわゆるアップルデバイスを持っている世界中の人がこれを探してくれるっていう、すごいですよね。もうなんかちょっと言ってる意味わかんないですって感じ。なんかもうスーパーメッシュネットワークみたいな感じで、もう何億の人、何億もの人が、まあ、アップルユーザーが一緒に探してくれると。例えば、まあ、まあ僕が例えば沖縄に遊びに行った時にこれエアタグを入れた何菓子を忘れて北海道に帰ってきました、完全に県外なんですが、沖縄にいる、しかもこのエアタグのそばを、まあ、iPhone とか iPad を持った人が通った時にこれと通信してくれて、これが沖縄にありますよっていう情報を僕の iPhone に教えてくれるんですなんか言ってる意味わかります、うん、なんかもうすごいですよね。ただいろいろちょっと最近ね、もう30日に届いた方々がいっぱいいろいろテストしてるんですけれども、そんなに更新頻度が早くないとか、意外とすぐ来たとかっていうのがあったりする中の検証の中で、多分 iPhone とか iPad とかいろいろ持ってる人は多いと思うんですけれど、 OS をアップデートしてないと、もしかするとこれをこう探してくれる、なんていうんですかね、プログラムがオンになってないのかなっていうのがあります。本当に東京のど真ん中とかでね、Apple が大好きなんだよさんとかも全然更新されないとかっていうのを見てたんですけども、もしかするとそんなにね、あんな都会のど真ん中で iPhone とか Apple デバイス持ってる人がそんなに少ないわけないなと思うので、もしかするとなんですけども、僕も iOS の新しい最新版じゃないとその機能がオンになってないんじゃないかなと、ありゃいいってもんじゃないんじゃないかなっていう気がしております。なので皆さん、AirTag ユーザーのためにも iOS はアップデートして最新のものにしておいてください、うん、なんじゃないかなっていう感じがいたしました。はい、iCloud 上でも探せるので、多分探す機能がついてるものであれば、多分なんですけれども Apple ID が分かれば、 iCloud なので Windows からも自分のやつを Apple ID で言ってこれ結局検索できるんじゃないかな、うん、と思います。はい、で紛失モードにするとメッセージも、つけれたりするので、電話番号とか表示してここに連絡くださいみたいなことも、できるそうです。でプライバシーは完全に守られるという、不要な追跡には使われないように設計されているらしいです、うん、でさっきも言ったんですけども、バッテリーは1年、ボタン電池、コンビニとかでもね売ってるので、 CR20 何本、うん、だと思います。開けてる方がいたのでそっち見てください。まあ開けりゃいいんですけど水とも仲良しということで、完全水没はダメだとは思うんですが、大量の水に濡らしてしまったりしても大丈夫なように耐水性能を持たせたということなので、まあアクセサリーとかにつけてカバンにぶら下げて雨降ってきてもその程度では大丈夫と、うん、あとイニシャルと絵文字も刻印できますね、皆さんね、いろんなここはどうでしょう、そんな感じでできると思います。はい、でアクセサリー類のやつが結構カラフルのバリエーションが出ているので、キーホルダーとかね、これを入れる、キーホルダーが革とかレザーとか、革とかレザーとか同じだな疲れてんな、うん、何にもしてないのに疲れてください。まあ、いろいろねシリコンだとか出ております、はい、あ、そうそうそう、エルメスもね出てますけども、エルメスのケースだけで2万だか3万だかするんでね、誰もなんか買ってる人まだいないです。さすがの瀬戸康史さんでもそれはエルメス買ってなかったですね、はい、そうそうそう、瀬戸康史さんも言ってましたけども、これ自体のカラーバリエーションが出ても面白いよねっていう、 iMac とかもねカラーバリ出たので、 AirTag もねもしかすると後継モデルはカラーバリ出る、まあ、出てもね面白そうですよね、はい、これもすぐ出せそうな気がすると思います、はい、という感じでございました、はい、うん、
まあ値段もねそんなに高くないので、ちょっと遊び半分で買ってみるにもねそんなに高くないので、興味のある方はね本当に1個から1個と4個セットで、4個セット買っていろんな人と1個ずつ使ってみるのもよしっていう感じで、うちのフリーカメラマンチーム、フォト函館、フォト函さんはあれですね、2人で2個2個で2つずつ分けて使ってみようかな。すごい良ければまた自分で1個買ってもいいですし、4つセット買っていろんなものに、内蔵というか入れてもいいんじゃないかなと思っております。はい、という感じの商品、プロダクトでございました。はい、興味のある方はというか、まあこれが全てなんですけども、一応概要欄にもねブログ貼ってますので見てください。という感じで今日はエアタグが到着したので、レビューして、まあ、自作自演ですけども隠してちょっとねこんな感じですよっていう、まあ挙動というか、を見てみました。結構ね細かくやってる方もいらっしゃるので、他の方の動画を見るとね、もっといろいろ人に持たせて、どっかに行かせてここから検索するとか、いろいろやってる方もいらっしゃいますので、ちょっと面白いので、この後もねいろんな使い方、いろんな人の動画を見ながら、ああそういう使い方もあるなっていうのをちょっと僕も考えていろいろ使っていってみたいなと、最近口が回っておりませんと思っております。というわけでミヤチャンネルでございました。それでは。